はい、えー。ということで、夏の甲子園も大詰めということで、3回戦の、えー、結果を見ていきたいなと思います。えー、東海大相模対広陵高校、名門校同士ということで、東海大相模の解消ということで、8対1となっております。えー、東海大相模の打線が触れてましたね。えー、明徳義塾対関東第一ということで、えー、関東第一が、えー、ここは勝利しております。 えー、ということで、接戦というところではございましたけども、明徳としましては、あと1本欲しかったところですね。青森山田対石,田石橋高校。青森山田高校が開始を5対0ということです。えー、青森山田高校、えー、ここまで結構打線がかなり触れているような印象も受けております。また、投手陣の方も豊富でございまして、しっかり、えーこうえー、守りきる野球というのはできているのかなと思います。 霞ヶ浦対滋賀,滋賀学園ですね。滋賀学園が準々決勝に進出しております。6対2ということでございます。霞ヶ浦としましては9回に1点差に迫る場面というのはありましたけども、あと1本及ばずといったところでした。序盤、中盤の失点が大きく傾いた、そんな試合だったかなと思います。17日の試合です。 えー、智弁学園対小松大谷。小松大谷の躍進はここまでということで、智弁学園が6対3で制覇し,、えー、しております、えー。準々決勝進出は智弁学園ということになっております。西日本短大付属対京都国際高校。新庄監督がですね、えー、球場に足を運んでましたね。えー、西日本短大付属の応援に駆けつけていた試合前ということだったんですけども、な、え、ん、ー、とか無事に間に合ったようですね。 中,島投手が中崎投手が素晴らしいピッチングを見せてくれました京都国際高校9回無失点14奪三振の素晴らしい力投だったかなと思います岡山学,園学芸館対神村学園神村学園が準々決勝進出7対1ということでございますここも強さを発揮してますね はい。ということで、大社高校対和稲田実業、は、ここまでもしかしたら大社と言ってるかもしれませんね。えー、大社という読み方をするのは、おそらく確か兵庫県だったかと思います。えー、大社高校ということで、これは島根県の高校なので大社と、えー、読みますね。えー、大変失礼いたしました。ということで、えー、この試合は、えー、大社高校がなんと最なら勝ちを収めております。 えー、3時45分から始まった試合なんですけど、日が落ちまして、正面がとも、えー、った後に、えー、サヨナラ勝ちをこう収めているということで、白熱した試合展開というのは、えー、サヨナラ勝ちで、えー、大社高校が、えー、ここは制しているということでございます。ということで、本日はご視聴ありがとうございました。